あよーあよ,ーあよーちょっとここは15分の配信なので、まあ、ワンチャン三周できたらいいな枠1回目ですもう全然コメントとかしなくても大丈夫なので <laughs> そちらの方に集中していただければ大丈夫なのでよろしくお願いします今日も。 ねちょっと5位にまたなっちゃったからしょ頑張りましょう今日も60人が2周できたら3位見えてるマジではっはっゴリゴリメイクそうだよもうね5時にアラームかけて5時に起きてほんでメイクし始めて髪の毛もセットして どうせならね朝ならあのにパジャマ着よう思ってあちゃまあちゃ朝パジャマ着ておはよう可愛くおはよう言いたいまあ何しろ寝ぼけめちゃめちゃ寝ぼけてますんで。 パジャマはシルクですかわからないですねこれは自由感どこかで変えましたのでおはよう完省寒くないうんあのね話してると暑いのよ寝てたパジャマではないうん普通はねこんな何かしこまったパジャマで寝ることはないしいちいちこういうボタンとかつけるのめちゃめちゃめんどくさいだからね <laughs> <laughs> 現実顔できすぎてて朝っぽくないもう完璧やで完璧に仕上げた <laughs> まあまだ完璧に仕上げるのもまたアイドルとして良いんじゃないでしょうかすっぴんはもう絶対さらせないので <laughs> ツイートもちゃんとやったし星捨てのやつもやったしじゃないでしょうか お、ご完了です」ってありがとうございます。あ <laughs> 夏のパジャマは T シャツうんもう私は夏でも冬でも関係なくね何長冬やったら長袖やし夏やったら半袖やしっていうそうかしこまったパジャマ <laughs> そう配信イベント用の <laughs> そういうこと。 はいん、運転中なのでほぼ聞いてるだけですもうそれで良いのよそれで良いのよおはようございます皆さん早朝からありがとうございます <laughs> 頑張りますよ今日も本当にはあ、ここは 15分の枠になってますなのでもう言うてあと10分ぐらいですねちょっとね抜かされてしまったから順位ちょっと怖いですねあコトちゃんハート100個ありがとう <laughs> 逆にコスプレ あのさあの何ここ数日間は結構間食とかが多かったんですよ。あのやし昨日もなんかまあ夜にアイス食べちゃったりとか結構な夜にねとか結構間食が多くてわわこれまだ太ったなと思ったら。 あのー、もう全然増えてなくて体重が昨日測ってみたらだから今の今から多分これ配信終わった後に体重測ったらもう多分普通の元通りの体重やと思うんですけどだから全然体重増えてなくてよっしゃってなった話だからこのままあと1週間ね誕生日に向けてダイエットしたらいい感じに落とせるんじゃないでしょうかという嬉しい嬉しかった昨日の嬉しかった。 昨日っつってももう夜2時ぐらいの話なんですけどハート100個ありがとうございます2週50あ完了やってありがとう長番長ケインさんありがとうございます長番長ケイン ありがとうございます。神様のご褒美。七 <laughs> 期生の DMM 配信見て前田さんの声にキュンとしました。えー、嬉しい。送ってくれたら嬉しいです。はじめまして。イベント頑張です。ありがとうございます。いやー、よかった。<laughs> 普段の体づくりの成果です。なんかな。 いやーよかったですほんとに絶対もう1キロぐらいは増えてるやろうなと思ってたんですよ3日間ぐらい食べてたからよかっただって昨日の朝も親子丼食べたんですよ私朝から何でも食べられる人なんでむしろ朝にガッツリ食べたい人やからやけどおこうじさんありがとうございますハート100個わフふうくん だるまありがとうやっこも、うん、くんおあ待って来たあの何だっけあのミラーボールマジどなたわまたまた来たありがとううーありがとうフィーバー朝からフィーバーじゃお あ純喜も星ありがとう。んんでおよしよしよしさんありがとうございますギフトお兄が起きてきましたあちチちチョさんもありがとう。 以上かなあピロピロ MAX さんありがとう以上かな今のところはあ坂さんもありがとういやフィーバーですよ朝から。 あ、ブラッキーさんもありがとううーみんな朝からありがとううんまたふうくんハート役ありがとういいラブすぎんか2週目頑張るやってファイティングあや子でもいしいよね元気まあまあかな2週完了半分とありがたい朝からテンション上げるためにあ上がったミラーボール <laughs> 仕事行ってきますお、がんばれハトヤッコありがとうございます完了またねありがとうございます <laughs> お兄貴賞実断頑張ってたが何までありがとういや本当に暖かい朝から暖かい愛に触れましたあひなちゃんありがとうハトヤッコ 2週でもいわくやから落ち着いていけば3位見れてるやってあと5分です55分までいやガンガンいきましょうだるま100個マつツありがとう嬉しい嬉しいおはこんばんちは いほんとにあれいこちゃんもありがとうはやとあねるぽここさん昨日に引き続きありがとうございますあビートさんもありがとうだるまいやーみんな朝から チカリンさんありがとうありリコもありがとう,うわあまたさんもうわーもう幸せ者かもう1ページ埋まりそうなんやがやばすぎるんやが幸せすぎんかうれしうれしい1日100個投げるようやってあちゅき 仕事前におさん投げていきますねありがとう頑張ってねお仕事アイドルの記憶力すげえななめたあかんで10連の説明えっとギフトを10連ね10回連続で投げるとポイントが1.2倍になります普通に投げるよりもポイントが高くなるので10連していただけるとなおよしですじゅんやさんありがとう <laughs> 目覚めたっておはようおはようタワーよりもクマ10ですねらしいです実はあもう言うて3分前になってるあ待ってかなちゃんいやーありがとうよいしょ わーラブだよかなちゃん100個ありがとうそれではちょっとね一旦壇上を発表させていただきたいと思います13位純也さんありがとうございます12位アーミーさんありがとうございます11位キヨさんありがとうございます10位リサさんありがとうございます9位ゆきまこありがとうございます8位が 森洋さんありがとうございます。七位がリコありがとうございます。六位がネルポココさんありがとうございます。五位がしさんありがとうございます。四位が坂さんありがとうございます。そして三位があありがとうございます。そして二位が誠さんありがとうございます。そして一ケンタありがとうございます。ありがとうございます。いや全然あのワンチャン三週枠やからもう二週がもうそう普通なのよ。ありがとうね。 特殊な訓練積んでる人は三週行けるっていう <laughs>。ありがとうー。みんなありがとうね。頑張って頑張りますー。続いての。僕は。えっと九時四十分から。になります。三時間後ですね。もうみんな寝て。あの二度寝して。<laughs> 特に応じない人はもう二度寝して、また次に備えていただけると嬉しいです。手星の時間はまたあのツイートしますので、仮眠してください。ありがとう。今日も頑張りましょう。わ四4位になったし、わーい。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。次も頑張りましょう。ね、変動が。 多いと思うんですけれどもねまた今日もね順位がちょっと頑張っていきましょうそれではまた3時間後にお会いしましょうお仕事学校頑張ってください皆さん私も頑張りますのでお夕方からだからまた来るわありがとうもうすぐで終わりですねありがとう また次の配信もパジャマでするのでぜひみんなつぶやいといてパジャマ姿かわいすぎわろたって次もパジャマらしいぜってみんな来いよってつぶやいてください <laughs>。つぶやいといてください。よしありがとうございましたバイバーイ。